こんばんは。トップニュース7の時間です。まずはこちらの映像をご覧ください。これは昨日、我々トップニュース7取材班ほか数社のテレビ局に届けられた、ゼネラルリソース社が極秘裏に開発を進めていた次世代最新戦闘機試験飛行の模様です。ゼネラルリソース社の次世代最新戦闘機開発は、軍事航空メーカーのみならず、エレクトロスフィア上においても様々な意見が論じられるなど、常に世界中から注目されていましたが、その実態は謎のベールに包まれたままでした。それだけに、この度の映像は今後大きな波紋を呼ぶことでしょう。このブーメランを2枚重ねたような特徴的な形状の次世代最新戦闘機は X49 ナイトレーベンと呼ばれ、通常のジェットエンジンのほかイオン推進力により、イオン粒子散布下の空間では通常の4倍の推進力を得ることができ、最大速度はマッハ4とも5とも噂される最新鋭超高速爆撃機です。X49 は超広範囲へのジャミングに長け、この映像に時折入るノイズはそれによるものであると推測されます。ここに収録された飛行試験で発揮されているその能力は最大時の 25% 以下であるとも言われ、20世紀後半脅威と謳われたステルス系戦闘機の最終進化形態として開発が進められてきたものであると専門家は話しています。ゼネラルリソース社だけでなく、ゼネラルリソースとはライバル関係にあるニューコム社、その他世界中の軍事航空メーカーにとって次世代戦闘機の研究開発とその成功は将来的シェアを獲得する最重要課題といえます。そのため開発は極秘裏、トップシークレットとされ、社員でさえそのことを知る者は少数であると言われます。この X49 ナイトレーベンも長い間その存在は謎のベールに包まれたままでした。しかしイオン粒子の分野では他を大きく引き離すゼネラルリソース社がイオン推進に重点を置いた次世代戦闘機開発に挑んでいることは想像するにたやすく、またイオン推進によって生み出される運動性は蒸気を逸脱したものであり、通常のパイロットがそれに適応することは極めて困難であることから、軍事ジャーナリストたちの間ではゼネラルリソース社次世代戦闘機の無人戦闘機説がささやかれていました。
今回届けられたこの映像から X-49 が無人戦闘機であるかどうかを判断することは難しいと専門家は述べています。しかしこの映像によってゼネラルリソースの次世代戦闘機開発が最終局面にまで到達していたことはほぼ立証されたと言っても過言ではないでしょう。今回テレビ局数社に送られた映像ファイルにアドレスなどはなく、差出人は分かりませんが、この映像が流出した経緯に関し軍事評論家ラウ・サトイ氏は、今回の映像はゼネラルリソースが世界中に自社の研究開発が大きく一歩リードしていることを知らしめ、その存在を強くアピールしようとする意図によるものと考えることもできるが、一方で囁かれる元ゼネラルリソース社社員の手によるリーク説もまた否定できるものではない。どちらにせよ今回の流出が近年緊張状態の続くゼネラルリソースとニューコムとの企業競争に拍車をかけることになるであろうとの見解を述べております。また流出先の一つとみられるゼネラルリソース社広報では、今回の流出後 X-49 はすでに研究開発が中止され、実験機は解体破棄されたとのコメントを発表しており、流出の経緯に関しては一切の沈黙を貫いています。今後の展開が気になるところです。